どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ハンティッドハウス、お化けの家かっこトロール。説明文にお化け要素はほとんどないです、かっこグリッチフリー。あー、一番突っ込みにくいやつ、お化け屋敷に入ってお化け出ないやつで、このコース初めてする制作者さんのコースなんですよ。だから不安もあるけど楽しみですね。そんでここんとこずっと日本人の方のトロールコース多いよね。いやマジで海外の方のコースが全然見つからなくって、もう海外の方はマリオメーカー2飽きちゃったんかな。いやその前にもう発売されて5年経ってんだよこれまだやってんのかって言われるぐらいだからね僕は。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.74%。 そういや最近さ、出かけるときにクローゼットの中を見てみたら古い服ばっかりなんですよ。もう流行りが終わったやつばっかりなんだよな。だから最新のトレンドに乗りたいなと思って服を買いに行ったんですよ。そうすると今のズボンって太いやつばっかりじゃん。それ僕が着るとさ、田舎のヤンキーの中学生みたいな。やめろこれヤンキーが開幕王子様。いやマジでわかるかな、トレンドに乗りたいけど乗ったら変になるパターンのやつ髪を試着させないでよ。今さ、太いズボンも女の子が履いてても可愛いじゃん、ストリート系の格好っていうのかな。でも身長が低い僕が着ちゃうとチンチクレーみたいな感じになるんだよえ、今から七五三行くんですかみたいな。多分雨のやつがあるじゃん、長いやつ、あれ持ったらめちゃめちゃ似合うと思うよ。っていうかこれ進めんのか、邪魔だ。ブラパが邪魔するってことは右の方に逃げておこうか。これでなんか出てくる、あ、キノカ様が出てくるんじゃん。だから身長が高い人マジで羨ましいなって。バカー、じゃあ厚底の靴履いたらいいんじゃないですかって言われるんですけど、負けた気分にならない、厚底履いたってさ。あ、ここ走ってた誰やってんだよ俺は。あれ、いける、おいけんじゃん。じゃあカエル取っていこうか。多分このカエルでしゃがんでジャンプすればいけませんけどいやいや、ここで当たれる、ここで当たりのチビになって先に進めるんだ。いやこれさ、救済措置あるのめちゃめちゃ優しいね。さあここでちくわブロックオリーの土管に入ります。このコースは簡単なコースなのかい。うん、ゲットキースタート画面にあったやつかな。あれ取れるんか。いや最初隠しブロックがあったからさ、てっきりいけないもんだと思ってた。あ、いけるんだ。でもこの鍵をどうやって取るんだっていう話ですよね。みんなこんなこと話したことない。身長1センチ1万円で買えるんだったら何センチ買うみたいな。まあ、僕ね、そんなことがあるんだったら10万円ぐらい出して買いたいですよ。お前来んなよ絶対にこのストーカーどもが。まあね、人間の悩みの種の一つだと思います、身長っていうのは。プロフィール欄にさ、男性の方だったら178センチとか一回書いてみたくない。もうそれだけでイケメンじゃん。ブサー人間大事なのはな、身長でもない、顔でもない、中身なんだよ。そこんとこを忘れるなとかなんとか言ってるやつは大体第一印象を一番気にする見た目が結局大事なんだ。俺は見た目が良くなりたいんだ。なんか恥ずかしいわこの実況魚落ちてくるよなとか何度か言ってたらね、ピオキングさんは見た目いいから大丈夫ですよとか優しい方がいるんですよ。はいはい、ありがとうね、心でも思ってねえくせにやべ、また草でこっちに行っちゃった。まだ変わってない、大丈夫、カエルが来てここにツタが出てきたよな。ここのとこは変わってないのか。さあドアに入っていこうか。でこの先に鍵扉があったよね、これもまた変わって、いや変わってはないか。さあ鍵ドア入りましょう。そろそろね、中間ポイント私欲しいところですよ。中間が見えた、どうやって行くんだ。踏まれる、なんでお前仕事せえよ。え、ブラパッチさ、Pスイッチ踏むんじゃないの。じゃあどのタイミングで変わるんだっていう話よ。このブラパではない、このブラパかそれやめてよ。よく見よう、何体が来るかもしんない。まず1体目で、2体目も変わんなかった。で3体目は、3体目変わんのか。いややるじゃない、面白い、なかなかやるじゃないの、ハクバターさんよ。ハクバターって言いにくいね。なら新しい名前はバタコさん、バタコさん、中間取れてバタコさんさ中間ポイント1までなかなかぬるかったね。クリア率が 0.7% だからもうちょっと難しいと思っちゃったんやけどね。じゃあオンオフをしたら絶対この石エッジが来ると思うよ。だから左で逃げる、左で逃げすぎなんだよ。ちょっと待って、いやこれもしかしてやり直し聞くんじゃない。お願い神様、いねえよ。オンオフしてもどうすん、動かなかったね。じゃあゆっくり行っちゃっていいのかな。この石頭
北のクリボーには関心ですよ。こんなでかいドッスンをあげるなんてさ、仕事熱心なやつだぜ。さっきのピースイッチの場所のブラパにも教えてあげたかったですね。お前だよお前。うん、そこまでしなくていいんだよクリボーちゃん。お願いどっか行って。まあそんなを踏めない僕とでも思ってるのか。でこの靴いるのかいらないのか、脱ぐ準備だけしておこうか。ここからいらない。ガッホ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 ッ。なんて反射神経で、ここのピースイッチを踏んで上に行けばいいのかな。うん、どんどん上に行くの。カールちゃんとリーのこの上はいけない。オンオフは、うん、どうしよう。何も変えないで行ってみようか。これでどうなる。うん、さっきと同じだね。ってことはブラパちゃんがいる。なら赤をつけておかなきゃいけないから、これで青が消えた、で先に進めるっていう話でしょ。さあチビになってこなきゃいけなかったのかな。いや待て待て、これでピースイッチがなくなれば先に進めるはずだ。ピースイッチなくなんねえよ、頼む。俺がエンドレスピーじゃないよね。こっからまた変わらないでくれたら上のドアに行けるんですけど。オーケーオーケー。でオンオフはもう変える必要はない。変えたらこのドアに入れなくなるもんな。さあドアに入れましたよっと。で次は下にブラパがパクパクしてるのが見えるぜ。ブラパちゃん何をしてくる。お前追ってくんだよその状態で。面白い今のブラパの動き。でピースイッチ踏んじゃったけどいい。でこっからあのドアに行けませんわ。どうすればいいのかな。上にも行けない。こっからジャンプしても届かない。あ、なるほど、あのバネを持ってこいっていう。貴様。いや普段さブラパとか可愛いとか思わないじゃん。でもこんな動きをされたらちょっと思ってしまうよな。さあブラパちゃんどっか行って、でここをどうすればよかった。Bスイッチを踏んでこの場所で待っておく。そうするとバネが出てくるよね。クイックルワイパーなら Bスイッチを押してこの場所で待っておいてみようか。そしたらクイックルワイパーもかわせてこの場所にバネが落ちてくる。そういうことだ。もうずっと右を直、ずっとずっと右を直、残り時間が100秒になるぐらいまでずっと右を直。そこまで待っちゃったら別の罠に引っかかってしまいそうだよな。でこのブロック開くんじゃなかったっけ。やっぱり開くよな。でバネを使ってドアに入りますと、で次の場所はどんな感じなんだい。なんだこの派手な場、無機物か。魚チラッと見えてたんだけどね、左の魚。でもまさかこっちに来るとか思わないじゃん。で上から何か落ちてくるんじゃないのか。この辺に何か、うん、バネ、うん、バネはどうしようか。普通にジャンプしていいのかな。うん、これで大丈夫だね。でこのフラワーちゃん、フラワーちゃん消えたよ。左に行けっていうことかな。あのバネ邪魔してこない。大丈夫、バネ邪魔、邪魔、邪魔だ。この辺でいいのかな。この辺からジャンプして右に進む。これで戻れるでしょ。一旦フラワー変わりの左に進める。で大丈夫で、もう一回バネ持っていっちゃおう。バネどこまでも邪魔してくんな。これはジャンプして上に行けない。だからここに置くしかないと思いますよ。もう一回戻すとかそういうことはやめてくれよな。で、うん、どうやって上に行くの。バネが必要ってか。そのバネちゃんと持たせてくれる。頼む。なんとなくそんな予感はしてた。で、踊れねえよ。左に行き過ぎないようにしたらオンオフが変わるみたいな、そんな感じだと思いますよ。早くバタコさんに合わせろ。お願いします。この先バタコさんいてくれる。お願いバタコさん。バタコさんいるじゃん。チーズ。皆さん、これで中堅ポイントというものがおとりになれると思いますよ。さあ、チビになれた。チーズに引っかかることはないでしょう。でも右にね、あのビーム飛ばしてくるやつがいたんですよ。何もしないで。よっほ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 っ。あ、ビーム。何度も引っかかる俺と思うな。すぐ上に行けば大丈夫。そうだろう。なんかピースイッチ持っちまったな。ピースイッチを持っていけということかい。よっほっほっ。バタコさんゲットしました。さあピースイッチいるのかな。どうなんだろうね。じゃあここのブロックの上に乗っちゃって、あのオンオフをしろっていう感じかな。いや絶対なんか来るって。ピースイッチでガードしておけ。何か来てもいいようにな。何でも来いよ。お前が来なかったら、おお。何やってんだ俺。いやさっきのピースイッチでかわせたと思っちゃったんやけどね。なんだお前、もうピースイッチは持っていけないみたいですね。いやもう少し一緒に行きたかったな。なんか面白い予感がするじゃん。でこのドスも2回来ると思わなかった。せっかく1回かわしたのにね。じゃあ上に行けということですか。でオンオフをして戻ってこいみたいな。オンオフはどこある。あったあった。オンオフをして下に行けばまたドスが来るんじゃない。だから雲の上に逃げると思いきや、かかってこいよこれから。おらら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 。
まさか貫通するとは思わなかった。でこれどんどん上に行けみたいな、そんな感じ。急に鉄球が落ちてきてもね、反応できんのよ。落ちてくるなら落ちてくるって言ってくださいよ。でこの鉄球は右に進む。でフラワーは取っていいのかい。フラワーダメって右下に書いてる。なら泳がせておこうか。で右にどんどん進みます進みます。でオンオフはしたらいけないと思うよ。したらさ、この青ブロック、あ待て待て、泳がせすぎたー。一個一個ね、場所の説明しよったら見る場所が全然違うのよ。わかるかな。左上を見てたら右下のフラワーが見れなくなりましたみたいな、そんな状況に陥ってしまってたんですけど、さあチビになってこの針を抜けようか。で右下なんか書いてるね。 GG 殺したゴールデか。頼む、ゴールがあってくれ。嘘つけ。この下がゴールなのかな。期待してるよバタコさん、お願いします、僕にゴールを。なんかゴールっぽいね。笑うなだがこれでゴールだ。右を進歩すれば問題ない。誰だぞ。え、何、右を進歩しすぎたらいけないってこと。ちょっと右シャーシャッ。いや初めてする方のコースだったんですけど、すごい楽しいコースでしたね。また他のコースを見つけたらやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ブロックに乗って上に上がろう。説明文にタイミングを探そうって書いてるんですよ。ってことはただ上に上がるだけやったらダメなんかな。でこの制作者ミルクゴートーさんなんですけど、最近僕のお気に入りの一発マリオの制作者さんなんですよね。いやマジでたくさん作ってて、どれも面白そうな一発マリオなんだよね。だから一発マリオ好きな方にはおすすめの方ですね。そんでサムネを見る感じ、ブロックがどんどん下に落ちてくるから上に上がっていけっていうコースだと思います。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 ここんとこずっとクリア率が 0% のコースが多いからさ、マジで難易度が分かんないんだよね。だがどんなコースでもクリアしていくのが私ですよ。さあこのブロックに乗っていけっていうことなんですけど。バスケだ。今のは言い訳させて、スタートが出遅れた。こうやってどんどん、あ、どんどん上に行くんだけど、このブロックって下に落ち続けるだけじゃないんだね。なるほど、これでどうに入って終了っていうわけか。これをどんどん繰り返せっていうわけですね。いや結構簡単かもしんないな、このブロック。あ、2個目は簡単だ。さあ次だ、次はめちゃめちゃ速そうじゃない。こんなの無理でしょうか。上から抜けれないかな、こっからジャーンプ。夢みんな、どのタイミングで行けばいいんだろうね。あ、このタイミングで行けばいいんじゃない。で絶対上から来るよな。だからこれマジでどうすれば。ビーゴー、最後尾のブロックに乗ってみよう。でもさっきそれでダメだったもんな。まあ いや一旦乗ってみて、上から来ることは分かってる。だから今度は最初に乗ってみようか。最初に乗ったら、いけるまだいける、まだ進めるぞ。どうはっ、うわ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 っ。もう何も喋ってね。え、まだあんのっていうか、何個あんの。これもうさっきと一緒じゃん。もうやめてー。もういける気がしませんけどね。これジャンプジャンプ、もういい、もう実況とかどうだっていい、もうクリアすればいいんだ。そうだろ、クリア動画さえ見せちまえばいいもんだ。ここ殺さないで。1個目の羽とちょっと違うんだよね。ここでジャンプジャンプジャンジャンプジャーで、タイミングがあるはずだ、簡単にいけるはずだな。それを見極めろ。ないな。ずっと同じじゃん、どこで行けばいいか全然わかんないよ。ここか、ここでジャンプしてるわ。完全に運ゲーじゃないのここ。もう適当に行ってみたら意外といけちゃうみたいな、そんな感じ。いけ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 、そのままドド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 。やるの苦痛になってきましたよ私。一回だけでいいからさ、一回だけでいいからドアに入れさせて。絶対諦めるな、こんなコースに負けるわけなんかにはいかねえんだ。頼む、お願いします、お願い。来たシャ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 。でこれ最後右左すればいいのかな。ちょっと待って、ゴールでしょ。マジで集中していい、もういける気がしねえ。
アルコールポールだから、いや、めちゃめちゃぶつけって。結構勢いないとあのバー越えれないそうそうだからさ。あ、これやられる、オープンだじゃあ勢いつけて、これ上が見えないからさ、マジで難しいって。ここここあうわうわ戻ってきたぞ絶対に次に行く、次だ、行って見せるかんだ。もうやめる。あのバーのところで右をシーパすればいいと思ってた。だがバーを越えてから右の調整をしなくちゃいけない。うらーうらーしゃーあーあマジでうれしい。これ本当に難しいから、もう二度としたくないコースですね。高評価ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。